はい、お願いします。はい、先輩クリエイターは YouTuber 草薙とガチャピンです。ドブンアス YouTube 真のチンドエス。さあ今日の真のチャンネルはなんと真のチャンネル初めてのお料理リアル3分クッキングチャーハン編。なぜだかリアルの時間で3分でやるっていうのをいろいろと見かけますので今日はやってみたいと思います。トップ YouTuber を目指すぞ。ご用意していただいたこちらの中華鍋、とっても年季が入っています。まずですね、あ、すいません、ちょっとプロっぽい感じの温度を確かめるときにこうほっぺでね温度を確かめる感じ。料理もですね、何やかんや20年近くやってきたんで、ちょっと熱させていただきますね。そこはちょっと勘弁よということで、ちょっとね整理しますね。熱してある用意した後の卵を割る、ネギ切る、チャーシュー切っとく、かまぼこ、かまぼこ入れる、家チャーハン的にはあんまりかまぼこいらないんですけど、もし入れなきゃいけないっていうんだったらこの企画ちょっとやめたい。入れなくてもいいですか。じゃあちょっと、あ、でもなー、かまぼこ協会の人が寂しがってるんだな。入れます。かまぼこ協会の皆さんのために入れます。具材切って卵落とす、そこにご飯いく、もう具いく、調味料全然ダメでわーっとかは嫌なんですよ。まず熱す、おーい、あぶね、包丁なかったじゃん、やろうとしたな、やったなこれ、包丁はみたいな感じにさせようとした。きついな、結構きついな、ごま油、うめ、入らねえ、やったなこれ。これスタートしてたらここでこういうみたいな、これ欲しかった、そういうんじゃないのよ。なんかさ、この慎吾チャンネルをさ、もうちょっとさ、この企画の方向性の、おい聞いてるのかえ、ごめんなさい、すいません、企画のその方向性のすり合わせがちょっとこういうバーンとかやってバーンじゃないの、必要だけどそういうのも、何を自分にやってんだと思ってんのか、必要なのこういうところが、これ絶対必要。行ってみるか、リアル3分クッキングチャーハン編スタート。
読んでいいよ。めっちゃうまそうでしょ。素晴らしい。ありがとう。うー、ソーシャリスト。ありがとう。完璧でしょ。間違いない。めっちゃうまい。すごい。気持ちリセットして本当に食べてみる。どうか。めっちゃうまい。ごめんなさい。なんかごめんなさい。かまぼこ協会の人が寂しがってるな。入れます。かまぼこ協会の皆さんのために入れます。入れます。入れます。やばい、かまぼこ協会激おこぷんぷん丸じゃん。この度はかまぼこを使うと言っていたのに、かまぼこを使う入れ忘れてしまいまして、誠に申し訳ありませんでした。おいしくいただきました。ちょめちょめほーい。最初はちょめちょめ、あっち向いてポーン。大丈夫？この動画が良ければ高評価、グッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。そしてこのしんごチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしく。その他ツイッター、インスタグラム、アメブロもやってますので、説明欄からフォローの方お待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。グッグバーイ。ちょ行きました。